メンヘムは、ノルウェーのランゲスで結成された、ブラックメタルバンド。後に、オスロに拠点を移している。初期ブラックメタルシーンの中核的な存在であり、ブラックメタルサウンドの一形態を確立したという、点においてエンペラー、バーズム、ダークスローンと並ぶバンドである。その凶暴な音楽性のみならず、ボーカリストのデッドの自殺、およびバンドの中心人物であったユーロニモスが、 バルグビーケネスに殺害された事件によって悪名高い。スコットランドグラス号公園オランダティルブルフ公園アッティラシハー2015年、ヘルハマー2008年ネクロブッチャー2012年、テロック2015年1983年に、オイスタイン・オーシェト、トルルス、グレンラーセン、エスペン・モーテンセンによって結成される。バンド名は、 ベノムのメーヘムウィズ・マーシーという曲から付けられた。このラインナップでのメーヘムは1984年に解散している。同年、デストラクター、ギターボーカル、ネクロブッチャー、マインハイムにより新たに結成され、正式に活動を始める。1986年にファーストでも、ピュア・ファッキング・アルマゲドンをリリース。どうでもでは、ユーロニモスがボーカルを取ったが、 同年には1000人ボーカリストのメシアが加入。ユーロニモスはギタリスト1000人となる。その後、短期間でメシアは脱退し、マニアックが加入。1987年にはミニアルバム、デスクラッシュがブラジルのポーザーコープスミュージックより発表される。同ミニアルバムには、メシアがボーカルを取った音源とマニアックがボーカル等取った音源が混在している。 この頃はまだベノムやバソリー影響下のスラッシュメタルを完全には脱していなかった。リリース後にはマニアックとマンハイムが脱退する。この脱退を受けてキッティルキッティルセン、トルベングルエが加入するが、この2名は短期間で脱退する。1988年にヘルハマーとデッドが加入する。デッドはエントゥームドのメンバーも在籍していた。 スウェーデンのデスメタルバンドモービッドの元メンバーであった。メイヘムではライブでの過激なパフォーマンスに加え、コープスペイントと呼ばれる、ブラックメタル特有のシゲショウのパイオニアとしてその名を馳せていたが、1991年にショットガンで頭を打って自殺した。デッドはスタジオアルバムに参加することはなかったが、1993年に、 1990年11月26日にドイツのライプツィヒで行われたライブの模様を収めたライブインライプツィヒがオブスキュアプラズマレコードからオフィシャルでリリースされたまた1995年にはデッドの遺体を最初に発見したユーロニモスが撮影したとされるデッドの自殺体写真がジャケットであることで有名な1990年2月28日 ノルウェーのサループスボルでのライブを収録したハーフオフィシャル、海賊版ライブアルバム、ドーン・オブ・ザ・ブラック・ハーツが初版されている。また、デッドの自殺と同時期に、ネクロブッチャーが、メーヘムを脱退した。ネクロブッチャーはデッドと親しく、デッドの自殺が脱退の要因ではないかと言われている。これにより、ベースと、ボーカルが空席となってしまう。 デミステリス・ドム・セトナスのレコーディングに入っても、正式メンバーは定まらず、セッションメンバーとして、ボーカルに当時当メンターのメンバーでもあった、ハンガリー人のアッティラ・シファー、ベースにバーズムのバルグ・ビー・ケネスを加えて、ベルゲンのグリーグホールにて録音を行う。1993年、ファーストアルバムのレコーディングに携わったバルグ・ビー・ケネス、により、 ユーロニモスが殺害されるという事件が起こる。これによりバンドは解散状態となるが、初のフルアルバムとなる。デミステリス・ドム・セトナスは1994年5月、亡きユーロニモス自身が立ち上げたカルトレーベルデス・ライク・サイレンス・プロダクションから無事発売された。同アルバムがデス・ライク・サイレンス・プロダクション最後のリリース作品となった。このアルバムは ブラックメタル氏に名を刻む大傑作として知られており、多くのブラックメタルバンドに多大な影響を与えている。中心メンバーであったユーロニモスの死去によりバンドは一度解散したものの、1994年にヘルハマーを中心に、ブラスフェマー、ネクロブッチャー、マニアックの4人により再結成される。 その後、イギリスのミザントロピーレコーズから1997年に EP ウルフズレアアビスをリリース。その後、ミザントロピーレコーズが倒産し、イタリアのアバンギャルドミュージックに移籍する。移籍後、1999年にライブアルバムメディオラナムキャプタエストをリリースする。それから間もなく、フランスのシーズンオブミストに移籍。 2000年に6年ぶりのフルレンスアルバム、A グランドデクラレーションオブをリリース。同アルバムは、日本で、ベルアンティークから、日本版がリリースされた。また、同年9月24日に、フランスのマルセイユで行われたライブが、翌2001年に、ライブ DVD、ヨーロピアンレギオンズ、ライブインマルセイユとしてリリースされた。同 DVD がメーヘム初のオフィシャル映像作品となった。 また同 DVD を CDLP 音源化したライブインマルセイユ2500枚限定でリリースされた。同 CD は後に300枚限定で再リリースされた。また同 DVD と同タイトルのコンピレーションアルバムヨーロピアンレギオンズが同年にリリースされている。また2001年には一度マニアックが脱退を表明した。この脱退表明自体は 撤回され、マニアックは残留したものの精神的に不安定な状態が続いた。2003年からは各メンバーがサイドプロジェクトを始動させるなどしてライブ活動を行わなくなり、解散説が流れたりした。2004年にサードアルバム、キメラをリリース。リリースに伴うヨーロッパツアーの後、2004年6月にマニアックは脱退し、現在はファーストアルバムで、 セッションボーカルを務めたアッティラシファーが公認として加入している。アッティラ加入後も活動は活発化せず、ライブはたびたびキャンセルされるなど不安定な状態が続き、目立った活動はなかなか行われなかった。このため、再び解散説が流れたりもした。2006年からようやく活動を活発化させ、ライブ活動も盛んに行うようになる。 2007年にフォースアルバム、オルド・アド・チャオリリース。2008年、ブラスフェマーが、メーヘムでやるべきことは、すべてやり尽くしたとの理由により脱退。ブラスフェマーは脱退後、ポルトガルに移住し、ゴシックメタルバンド、エーバ・インフェリでの活動に専念している。ブラスフェマー脱退後、正式なギタリストの加入はなく、2名のライブギタリストを、加えて、 活動を継続していたが、2011年にテロックが加入した。2014年6月、フィフスアルバム、エソテリック・ウォーフェアをリリース。同アルバムは、エソテリック・ウォーフェア・三木戦乱と、放題が付けられ、ワードレコーズより、日本版がリリースされる。この日本版は、メーヘム初の日本プレス版となる。ユーロニモスによれば、メーヘムは、 コロンビア出身のブラックメタルバンドパラベラムとメデジン出身のブラックメタルバンドレインカーナシオンから影響を受けているという。ユーロニモスとブラックソーンによるギタープレイは90年代のブラックメタルのスタイルを確立したものとして評価されている。ダークスローンのフェンライズはインタビューでこう答えている。 バソリーから着想を得たものだ。そして、彼らの作ったリフは90年代に現れた幾多もの、ブラックメタルバンドにとって、新たな秩序となったんだ。と語っている。AB 同アルバムは、同名の DVD とは全く異なる内容である。ライブ音源7曲とプリプロダクション5曲が収録されており、ライブ音源はスペンサーで行われたライブの音源である。 2001年リリースのライブ DVD、ヨーロピアンレギオンズ、ライブインマルセイユを CD 音源化したもの。メーヘムレビューズ、ミュージック、ニューススプトニックムーシク2015年7月31日、閲覧。ABC、メーヘムバイオグラフィー、オールミュージック、オールメディアガイド2015年7月31日、閲覧。 A.B.C.D.E.F. 田村直明、今日三次、C.D. ライナー。メーヘム、デミステリス・ドム・セトナスの、アルバムノーツ・日本・東京都・千代田区、ディスク・ユニオン。宮坂聖一。グランド・デクラレーション・オブ・オー、C.D. ライナー。メーヘム、グランド・デクラレーション・オブ・オーの、アルバムノーツ・日本・東京都・新宿区・下落ち合い、ベル・アンティーク。A.B.C.D.F.G. e 田村直明、キメラ。 CD ライナー。メーヘム、キメラの、アルバムノーツ。日本東京都千代田区、ディスクユニオン。ABC 渡辺清ライブインマルセイユ2000、CD ライナー。メーヘム、ライブインマルセイユ2000の、アルバムノーツ。日本東京都千代田区、ディスクユニオン。ABC 田村直明オールドアドチャオ、CD ライナー。メーヘム、オールドアドチャオの、 アルバムノーツ日本東京都千代田区、ディスクユニオン。abhttp コロンスラッシュスラッシュ wardrecords.com スラッシュショップスラッシュ vqcd10376.html2014 年5月11日閲覧。シャープ・ヤング・ガリー・パラベラム・バイオグラフィー。ミュージック・マイト2016年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年6月23日閲覧。ガンデルセン、アダン、ワールド・ミザントロピー、サウス・アメリカ。テロライザー、エス・シークレット・ヒストリー・オブ・ブラック・メタル、ピアニッシモ、16、18、クエスタ、エミーリオ、パラベラム、テンプス・モーティスの、アルバム・ノーツ。ストックホルム、スウェーデン、ブラス・フェミア・レコーズ、アンティル・ザ、ライト・テイクス・アス、バリアンス・フィルムズ、コリ・グロー、ウェブ。 エクスクルーシブインタビューダークスローンエス・ S、フェンライズパート2ヒズ・ソーツ・オーエヌトランスルベニアン・ハンガーヒップコンラッド・シュニッツラー24-06-11イサク・エルピー2011年12月10日リリースコンラッド・シュニッツラー公式サイト2011年12月16日11時40分更新ありがとうございます